ウィボールだ。ホーラン、ここは大きくクリア。危険なシーンでした。これはクリア。ミドル、スーボール。いや、草澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。立ち上がりのコーナーはね、チャンスですからね。グリック、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。レバンドフスキ、クリホビアク、さあここから持っていく。ボールの角のパス、シュートもあります。シュート、こぼれた。ミドル、これはクロスターのわずかに上。まあ、もともとミドルが得意なプレーですから、もう隙があれば打ってきますよね。激しいボールの奪い合いです。スルーパス、クリア。このピンチをなんとか出します。縦へのボール、これをカットします。プレッシャー、裏へ届くか。ちょっと伸びてしまいました。ピョンテク、抜きに行くか。スルーパスを出す。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。カウンターを仕掛けます。ジエリニス、長いボール縦へ、レバンドフスキ。これは旗が上がっています。ここまで両チームともチャンスはそれなりに作っているようには見えるんですが、いまだスコアレスな展開。そうですね、ゴール前の攻防が多い、見応えのある展開ですよね。この後もお互い一歩も引かない激しいゲームになるんじゃないでしょうかね。スペースを狙う、いいボールでしょう。シチェスニ、ここは抑えました。スルーパスを狙うと、これはつながりません。ベドナレク、ジエリニスキ、ピョンテク、ピョンテク、シュート、決めた。これはよく止めました。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。このピンチよく防ぎました。コーナーが続いています。ポーランドは2本目のコーナー。スーゾン、ポーランド先制。ポーランド相手に先制。コーナーから頭でしっかり決めました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。ポーランド一旦主導権を握った形になりますけど、はい、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。そうですね。リブス、ここ来ましたよ。左サイドを上がっていきます。クリア、このピンチをなんとか出します。裏を狙う、さあどこに出してくる。いいプレッシャー。グリック、ロングフィードで狙う。プレスからボールがこぼれる。
グリック、レバンドフスキから左へふわっと裏を狙う、ここ拾って次につなげたい、ホーバン、グリクから長いボール縦へ、レバンドフスキ、柔らかいボール、ホーバン、ここクリアで難を逃れます、ポーランド、ここで前半が終了しました。結果前半1対0、ポーランド1点ビハインドという状況で前半を折り返しました。できれば前半のうちに追いつきたかったですよね。うまく攻めきれませんでしたしね。後半どれだけ早いうちに自分たちのペースに持っていけるかですよね。ポーランド対ポーランド、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。さあ後半、ポーランドとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。これはなかなかこじ開けられない。ジエリニスキ、大きく縦へ、裏のスペースを狙う、ここかわす、来た来た、決めた、ポーランド追加点が決まりました。これで差は2点。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね。今みたいなところはギリギリの攻めぎ合いでしたよね。ポーランド、さらに1点を追加し2対0としています。ポーランドとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。チャンス来た、このクリアボール次へつなげたい、裏を狙っていきます。さあ一気にカウンター、スペースを狙った、ポーランド、ここでファールをもらいます。ベドナレク、先ほどのファールはイエローカードが出ていました。ちょっと今のはいらなかったかもしれませんね。これはクリア、チャンス、クリア、このピンチをなんとか出します。スローインをカット、これは読んでいました。ポーランドとしてはそろそろまず1点返したいところですよね。スルーパスを出す、ポーランド
先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどもね、逆にボールを奪った時には、まずこの選手に出せばいいので、気が楽な分もあると思いますけどもね。前線の選手に預けさえすれば、はい、とりあえずラインも上げられますからね。そうですね。ベドナレク、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ここで前を向けるか。ここでファウルがありました。セットプレーのチャンス、ここで追加点のチャンスです。さあつながるか。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。危ない、これ仕掛けるか。うわ、まだある。これを拾いたいポーランド。裏へ届くか。この位置でボールを受けます。いいプレッシャーポーランド。ここはクリアでピンチを脱します。スルーパスを狙う。さあカウンタースピードを上げたいところ。このスルーパスは通りません。裏のスペースを狙う。ポーランドボールです。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。ポーランドとしてはもう少し何かをしていかないと厳しいかもしれませんね。これさあボールはレバンドフスキ、裏へ出るか。ジエリニスキ、裏へのスルーパス。なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。長いボールを送ります。レバンドフスキ、スペースを狙う。来たか。ここで受ける。どうだ。ちょっと合いませんでした。素晴らしいパス。グリク、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。クロスを上げる。危ないところでしたがなんとか切り抜けます。どう入った。大きく縦へカウンターを仕掛けていきます。グリクからピョンテク、裏を狙う。おっとシュート。追加点3点のリード。ダメ押しゴールになるのか。いやーよく詰めていましたね。レバンドフスキ、まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。レバンドフスキ今日2点目です。さあポーランド現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。これはどうだ。裏へのスルーパス。ポーランドここでファールをもらいます。
ここは直接行ける位置です。ここは踏ん張りどころですね。今日4点目かというシーン、ポーランドとしてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。ボールはクリア。アディショナルタイムは3分という表示です。緩く狙ったボール、これはつながりませんでした。さあここでカウンター、裏を狙っていきます。このパスが抜ける、これはつながりません。ポーランド、レフリー試合終了のホイッスル。3対0、ポーランド敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。ポーランドとしてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かチグハグになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。ポーランドが3対0という大差をつけられて敗れています。